おはようございます、内藤ですでいやー今日はねいよいよというか僕にルアーの考え方をものすごく考えさせてくれたルアーこれを紹介してみたいと思うんです。それはこれヘドンソナー実はこのルアーが発表されたのは1959年のことだったんですね。ヘドンが斬新な考え方で ACDC コントロールっていうシステムを このルアーを通しして紹介したんです。AC はアクションコントロール DC はデプスコントロールつまりこの背中に開けられた3つの穴これの位置を選ぶことによってルアーに組み込まれているビルティンアクションやその深さ深度ですねこれをいじることができるよとだからゾーンを変えたりアクションを変えたりすることによって 効率よく魚を探し出してそれを捕まえようよっていう発想だったんです背中に開けられている3つの穴実は前から後ろに向かってナンバー123と数字で振り分けられているんですナンバー1一番前の穴を選ぶと実は同じスピードでルアーを引くんだったらばルアーのアクション自体は一番小さくなるんですその分ルアーが深い部分まで入ってくる 要するにゾーンを下げやすいんです。当然、一番後ろ、ナンバー3を使うと、ウォーブリングが非常に大きくなります。つまり、それが抵抗になって、同じスピードで弾いたときには、泳いでくる深さが一番浅い側なんです。ナンバー2、真ん中を使うと、そのちょうど中間を取れるよという。 深いところ、浅いところ、それと真ん中というのを、釣り場の状況、魚のいそうな深さ、それに合わせて、アングラーが選ぶことができるというのが、この ACDC システムの基本的な考えなんです。僕はこのルアーを通して、実はね、すごく学ばせていただいたことの一つ。それは、後でスピナーベートなんかですごい役に立ってくるんですが、同じゾーンを 穴の位置を変えることによって同じゾーンを違ったスピードで弾けるということなんです。だから一番前は深い側専用だと思わずに前を使うと浅瀬で思いっきり速いバーニングリトリーブができるんですね。様々なことをこのルアーを通して学ばせていただきました。今日はそんな使い方をちょこっと、まあどの使い方になるかわからないけど試していってみたいと思います。 なんて言ったって、このルアーはね、本当に使い方の幅が広いもんね。一番典型的なのは、やっぱりゾーンまで落とし込んで、あとは巻く。そうすると、もう典型的なバイブレーション。もうメタルバイブレーションの名前の由来の通りですよね。ものすごくこう、ウォーブニングしながら、ルアーが返ってくるのがわかります。 僕がソナーを使う時のタックルセットアップって二通りあるんです。一つはもちろんメインで一番よく使うタックルセットアップなんですけれども、ロッドが6フィートから6フィート半ぐらいまでのミディアムアクション。だけど、ファーストテーパー側のロッドを使って p 1号から1 5号ぐらい。こういうセットアップにしておくと、もうボトムホップをはじめとするポンピングアクションから もうステディリトリーブまで幅広くカーバーすることができるんですね。もう一つの組み合わせは僕が夏場、特にシャローのハードカバーを狙いに行くときによくやることなんですけれども、まずソナーはダブルフックにしちゃうんですけれども、もうロッドは短め、正確に投げることを考えて6フィートぐらいまでのロッド、そしてラインはナイロンライン20ポンドぐらいまでを考えて 組み合わせます。そうすることによってもしも障害物にデカバス巻かれちゃっても取れる可能性がすごく高いんですね。ソナーを効率よく使おうとする時実はね2つのリトリーブ方法を知っておくとすごく便利なんです。1つ目がステディリトリーブ2つ目がポンピングリトリーブといわれるリトリーブの方法なんですね。これに、 ACDC の組み合わせ、スピードの組み合わせを加えると、本当にソナーはもう自由自在に、もう本当に複雑な組み合わせでバスを狙うことができると思います。一つ目のリトリーブメソッドは、ステディリトリーブと言われ、ただ引き、ただ巻いてくるだけなんですけれども、もちろん巻くスピードが肝なんです。その中に実は変化の付け方が 二通りあるんです。一つは「切る」といって動いているルアーを一瞬止めてスッと沈みますけどそこからまた戻す止めるということですね。でこれは多くのルアーで切るっていうのはものすごい使い道が多くてストライクを作り出すすごくいいアクシあの誘いなんですけれどもメタルバイブに限って言うと実は止めるのもいいけども巻いてるところから ハンドルで半回転から1回転分スピードを上げちゃうんですね。そうするとこうやって動いてるやつが急にヒュッとピッチのスピードを速くしてもう周りにいる魚にはあたかも逃げるぞっていうような雰囲気を出した直後にまたスピードが落ちるんです。そうすると周りの魚はスピードが急に上がることによってもうね一気に釣られてヒュッと上がってきた瞬間にスピードが落ちるとそのままドーンって 加える魚も多いんです実際にねロッドワークでこれをちょっとお見せするともうね通常の投げて巻いてくるリトリーブまあその,あの場合には着水後の待ち時間によってゾーンが変えられるんですがそこからこう巻いてくる巻いてきて途中でピタッて止めてまた巻き始めるこれが一般的なキルですよね。 かと思えば巻いてる途中から急にこうスピードを上げる。これがね結構効くことが多いんですね。反対側でそれをちょっと見てみると着水後、自分が狙うゾーンまで送り込んだ後にハンドルを巻き始めます。それでこの辺かなと思った時に止めてあげるのも一つ。止めて巻き出す。これが切るですよね。肩や、 巻いてる途中からこういうふうにハンドル1回転分もしくは半回転分スピードを上げてからまた巻き続ける。これね意外と効く方法なんですね。ぜひ試してみてくださいね。 シャロー側ですねまだおっしゃいや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 スコーンって出てくれた嬉しいけどちょっと待ってプライヤーのほだプライヤープライヤー いやーシャロー側の魚でしたねししありがとうもっとでっかくなったないや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 シャロー側をねガンガンに引いてきたら一匹出ましたねこのソナーでは エドン社が作り出した ACDC システム要するにアクションと深さを変える3つの穴によって表層中層ディープという3つを攻めることができる上での穴の位置で細かく動く激しく動くその中間で動くというアクションを自由に選べるというのが売りだったんですね。でもも僕はそこにもう1つ 同じゾーンを引く、同じ、同じゾーンを引くんだったら、穴を前に持っていけばは、さらに早く引けるんです。後ろにずらせば、同じゾーンを引くんだったら、その分ゆっくりにスピードが落とせるんです。このスピードの変化、これこそがさらに、その幅を広げていると思うんです。ですので、ソナーを使うときには、二つのリトリーブメソッド、 これを知っておくとものすすごい便利なんですね2つ目のリトリーブ方法それがポンプリトリーブと言われるもうロッドでね大きくゆっくり長いストロークでしゃくってあげるんですねボトムにルアーがついたらばそこから一気にこう大きくしゃくるんですそれでスラックを巻くとでボトムに着いたらまた大きくしゃくってまたボトムまで送ってあげるとこれの繰り返しなんですね ですので、そのあの場合、1秒間に約1メーターぐらいは沈みますので、投げて、ボトンまで送ってあげる。おここ深い。4メーターぐらいありますよね。ボトンまで送ったら、こっから、一気にあおって、またこうやって、スラックをあまり出しすぎないようにしながら、巻き取って、また送っていくんです。 一番多く出るストライクはね、もうこの後半なんですね。この巻き上げてきて後半にゴーンと入りますので、そのまま合わせればいいんです。反対から見るとこんな調子なんですね。キャストをして、ボトムにルアーがついたらば、こっから一気にポンピングで。あ外れ今ボトムから巻き上げの時に食ったね。 ボトムが着いたらまたこう巻き上げると。いや、悔しいな。なぜかこう話をしてたりすると、食ってくれる魚って、いますよね。もう一回食え。ボトムまでずーっと食っていって、ボトムについたら一気に引き離す。で、またこう。 スラックを取りりなながららボトムにつけたらまたまポンピンピグすするとこれの繰り返しなんですねもちろん気分で2段引きをこういうふうにしてもいいんですけれども基本的には一気に引き離してまた送り込むもうポンピングというこの基本的なこの繰り返しなんですねこのリトリーブの方法これもね知っておくともう秋から水温がどん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  下がっていく中すごく便利になります本当にウィンターバッシングぐらいになってくるとポンピングで引く距離が変わるだけなんですねもう落とし込んでった後に軽く細かくちょんちょんちょんって誘ってボトムを意識しながらゆっくり動かしてまたちょんちょんちょんって誘って動かしていくともう組み合わせなんですでも基本はこのポンプ プリトリトブ、このポンプリトリーブがどん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 変化をしてその形を変えていってるんですね。ソナーを使っているとこういうポイントもうストーンと落ち込んでくるポイントはもうボトムホップさせていくのも一つの方法なんですね。投げ込んでボトムまで送り込んで着底したらしゃくってまたボトムまで送って着底したらしゃくってと。これの繰り返しで 誘ってくることもものすごいやりやすいんです。そんな時一般的な昔ね、シンキングルアー、ー沈むルアーっていうのは沈下スピードが約1秒間1フィートってよく言われてたんです。だから、例えばシンキングミノーなんかにしても、ポイントに投げて、1、って数えて巻き出すと30センチ。1、2、って2秒数えると60センチと。 まあそんな風にその狙ってる深度の目安をそこから立てることもできたんですね。そのあの場合もう沈下スピードがものすごい速いですから約ね1秒間で1メートルぐらいは沈んじゃいますので例えばここずっとあの途中で尾根があると思うんですけれどもその尾根に向かってこう投げた時にね向こう側で落ちますけど12ここでもついたってことはあそこで だいたい約2メーターぐらいなんですね。ですから2メーターぐらいの範囲を釣るっていうのはものすごい早いんです。まあ、ちなみにね、5メーターぐらいまでを攻めていくには本当に手っ取り早く攻められちゃうんですね。何も分かんなくても地形が。何回か投げてるうちに分かってくるんです。例えば、向こう側。この辺にこう投げてみて、 1,2,3を数えるぐらいでトコこんとつきましたんで、ってことはあそこは3メーターぐらいなんですね。あそこで2メーターぐらいでしたんで、こっちの方がちょっと深いかなと。尾根からこう落ち込んできて、落ち込んで深い側だと思うんですね。もうここは3メーター超えて、もうちょっと真ん中に来ると4メーター、5メーターも出てきますけれども、もうこのエリアだと、 いっぱいいっぱいの水深ぐらいになっているはずなんですね。そんな風にこのルアーは沈下スピードが速いからこそものすごい探りやすい一面もあるんですね。ここでつく。ほら、ついた。あとはこういう風にボトムホップをしてしゃくって巻いてしゃくって巻いてっていうやり方もできれば もうステディリトリーブでずっとこう巻いてくることもできると。本当にね、使える幅が広いと思うんです。もう、このソナを使うとき、ボトムに固執するか、中層を使うか、もうその時の気分でどっちでも狙えちゃう。これいいですよね。ここなんかにしても、将来のカバーを狙うんだったらもう着水後。 そんんなにに待たずゴゴゴゴン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 巻いいててきちゃっていいんですねもうスピナベやバイブレーションを使うのと全く一緒でありながらどうも奥が悪いなと思うんだったらちょっと右にずらして 2m50 ーーから 3m ーーぐらいかな落ち込んでこのラインに落としてずっと待ってあげるでボトムまでついてからここからしゃくっていくんですね 本当に多様な狙い方ができると思うんです。ここがね、ちょっと下がね、これ、ウィードが悪いので、少し早め早めにピックアップをしていかないと、下のゴミを随分拾っちゃってますよね。

出たね楽しいねやっぱねこういう釣りありがとうバイバイいやヘドン社が作り出してくれた ACDC システムその機能を備えたこのソナ これを持ってるとね、一年中どんなとこに行っても本当にバスが狙えると思います。やっぱりね、そのぐらい攻めるための幅が広がった、いろんなことが仕掛けられることになったと思います。皆さんも仕掛ける釣り、ぜひ楽しんでみてくださいね。